どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。リュウです。さあ、本日はですね、ちょっと皆さんにですね、新しい動画の楽しみ方っていうのをですね、ご提案したくて、YouTube っていうのは、まあ、いろんな楽しみ方あると思うんですけども、最近、僕気づいたんですよ。YouTube にはね、字幕機能っていうのがあるんですね。字幕機能。まあ、それが何かっていうと、このなんか、YouTube 見てるときに、このなんか、なんつうの、設定の横の、ここを押すと字幕っていうのが出るんですよ。これ。これこれこれ。これで、これ何ができるかっていうと、これなんか、例えば、自動翻訳みたいなのを選択すると、こう、いろんな言語があって、で、多分ですね、顔ね、僕が喋ってることを、この言語に翻訳してくれるんだと思うんですよ。で、俺はね、そもそも疑問に思ったんですよ。僕って、滑舌が絶望的に悪いでしょ。もう滑舌って、この、滑舌って言ってるこの言葉がすごい怪しいんですよ。で、滑舌がすごい怪しいから、そもそも、俺の日本語を、Google 側が、YouTube 側が、ちゃんと聞き取れてるのかどうかっていう。今日はね、これを検証していきたいと思います。まあ、ちょっと見てみたんですけどね、めちゃくちゃ聞き取れて、ないのよ。やばいのよ。まあ、これ、俺の滑舌が悪いっていうね、パターンもちろんあるんですけど、ちょっと今日はですね、この動画をまあ全部とは言わないまでも、途中まで見ながら、そうですね、まあ、どのぐらい僕の言語を、Google 側が聞き取れているのかっていうことを検証していきたいなと思います。ちょっと早速、初めからね、見ていきましょう。この動画はですね、ネタレッキ番外編、3体の神を並べたかった男っていうね、こちらです。はい。見ていきましょう。セミ。お。774話。3体の神を並べたかった男。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、リュウです。ほらね、見てくださいよ、皆さん。どうも皆さん、こっちはゴアリュウですって言ってるってことですね、もう。これに関しては若干言ってますよね。どうも皆さん、こっちはゴアリュウです。あ、もうワンチャン言ってますよ、これは。ワンチャンこれは言っている。ゴアリュウです。こっちはゴアリュウです。うん、俺はゴアワガだったのかな。歴史書会。じゃっ。じゃっ。敵対と思います。まあ言ってるな、これは。じゃっ。三元神をね。やばいでしょ。三元神おねえ。パワーワードすぎん。三元神おねえ。三元神おねえですよ。いや、すごいですよ。すごそう、なんか歌舞伎町あたりをなんか牛耳ってそう。三元神おねえ。やばいな。簡易ネタレッキ選手権、はい、開幕と。お、いいことで。イロベー。イロベー。ほら来て行ってします。まあ、ワンチャン、まあ、頑張ってはいる。頑張ってはいる。はい、はい。はい。ちょっと待って。三元神っていうのは、皆さん、三元神っていうのがね、三体いるそうですね。オベリスクトーン。そして、オシリス。そして、ボータン。この四種類が、三元神と。オベリスクトーンと、オシリスと、あと、ボータン。この4種類で、なんかこっちは、この4種類がビュータマですわ。じゃあ、この4種類がビュータマなんや。オベリスクトーンとオシリスとボータでビュータマ。なるほどね。なるほど。勉強になりますね。あ、ビュータマポンか。はい。あれあれ字幕、音楽。なんだよ、音楽って。おい、言ってるぞ。おい、喋ってるぞ。Google さん、僕喋ってますよ、だいぶ。めちゃくちゃ喋ってますよ、これ。あれかな、BGM がでかすぎるとなんか。あ、来た。この3体が三元神って言われてましたよね。おん。はい。音楽。いや、音楽じゃねえよ。ナーとかね。うん、ナーとかね。うん。並べるっていう必要があるんで。そうだね。はい。三元神を。いや、三元神を。三元神を。どういうこと？衆議院は誰かな。衆議院が誰で参議院がしようみたいな。あれですね、国会議事堂っていうのはこう焼き鳥かなんかあるんですか。おお。モテ川表示のモンスター一体を対象として発動できますと。自分でも相手のモンスター。この辺すごいじゃん。そのモンスターとモンスター。あ、いいよ。カード名が。あ、いい感じ。この種族が同じモンスター一体を。やっぱちゃんと説明すれば
だからこれここすごいちゃんと説明してるから、ちゃんと説明したらいけるんだ。これあれだわ、俺に原因があるわ。だとしたら僕ってね、喋るの早いんですよ。で滑舌も悪いんですよ。だから絶望してるんですよ、自分でもね。ほぼ出せます。ほら、なんか割とゆっくりちゃんと説明してると結構聞き取れてますよね、これね。原神従属に、あれ、おい、はい、あれ、これでまだ止まったぞ。状況をヒアリングですよね。お前がヒアリングしろ。あれ、これあれかな、拍手。いや、してないよ、してないよ。拍手はしてないよ。拍手はしてないよ。一ミリもしてない。誰もしてなかった。多分聞き取る無理なんだ、これ。早すぎるんだろうな、これ。キヨさんかー、キヨさんか。ちょっと待って、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 まあこういったケアはわかる。え、パンツ上下する必要あるんですか。え、あの三原神おねえで切ってパンツを上下する必要があるんですね。それに関してはほんと取り扱い注意って感じだわ、マジで。これや、もうやばっ。俺ほんと滑舌やばいな、これ。これ直さないとこれやばいと。困ったら音楽って言っときゃいいと思ってんだよな、これ。キレイ合法チリーゼ。わ、言ってる。これに関しては今言ってたわ。キレイ合法チリーゼ。キレイ合法チリーゼ。言ってるわ。言ってたわ。すまん。言ってた。これ言ってるわ。ちょっと言ってる。うん、今完全に言ってた、今のは。ちょっとマリクできるんですよ。気持ちいいぜ。だから何かしらの税になるんですね。何かしら税になるんですよね。もしよかったら読んでください。読めください。なんで急行したんだよ。なんかあんまもうなんかほぼ間違ってっから、なんかあんまり気になってない。ウィンダーウィンドウィンダーウィンダーウィンダー、これはウィンドウインダーって。最長照明ふらつき抹茶。ちょっと俺が踏み切ればにして最長照明ふらつき抹茶。え、抹茶だったん、ブラックマジシャンで抹茶だったんですね、基本的には。最長照明ふらつき抹茶だったんですね、基本的には。ストレッチマンかっこいいドローン絶望。どういう文脈だよ。ストレッチマンかっこいいドローン絶望。どういう文脈だよ。無職めっちゃ硬い。確かに無職のハートは硬いからね。もう絶対働かないから、絶対働かんからね。無職のハートはめっちゃ硬い。確かに言ってることは間違ってない。ユボチーズ。ユボチーズ。確かに言ってるわ。言ってる言ってる。これ言ってんだよ、やっぱちゃんと。すげえ聞き取ってるわ、グーグルさん。完全にこれ俺が言ってるもんだって。出た音楽。出ました音楽。バトルフェイズ。行けバトルフェイズ。かっこいい。ゴッドプライズキャノン。ゴッドプライズチャロン。なんか伊豆かなんかになんかありそう。ペットショップかなんか。グッドブラ伊豆チャロン。ちょっと行ってみたいけどね。何があるんだろう。この施設には一体何があるんだろう。黙れプラジャクちゃん。グッド&キャッチャー。グッド&キャッチャー。と、いうわけでですね、皆さんね、まあ今見ていただいたらわかるかと思うんですけど、あのね、あまりにもですね、聞き取れない。ちょっとね、俺これ反省したわ、全般的に反省した。でもね、これね、俺もともと滑舌すごい悪いんですけど、しっかりと、まあ喋んないといけないかなと。最近ですね、海外の人からコメントがあって、そのちょ、なんて言ってわかんねえから字幕つけてくれみたいなことを言われたことがあったんですよ。だから今回この字幕ってどうなってるのかなと思ってやってみたんですけど、あのね、つけてもね、意味ないわ。つけても意味ない。もうそもそも三原神おねえの時点で三原神おねえの時点で伝わるわけないから、伝わるわけないの。はい、ということでね、皆さん
ぜひ英語の字幕をつけてくれる方を募集しておりますので、ぜひマジでやってくれる方いたらメッセージください。というわけで、今回の動画は以上となります。もうちょっと、滑舌の練習していきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。もしよかったら皆さんもね、字幕オンにして見てみてください。いや、三原神オネやばいわ。